今日はどこですか、うん、え睡眠不足、宗介くん。昨日はバス釣りして、今日は頑張りましょう。はい、ベッシン。はい。気をつけておいで。足元見てしっかり。うまいじゃん。この辺来るとちょっと楽だよ。ほら行ってごらん。じゃあ先行ってごらん。じゃあ一人いるね、あっちに。日本人かもね。気をつけて。そう。ナイス。エビいいけど飛ばないんじゃない？まあいろいろやってごらん。ドロップショットみたいな重りも入ってるからさ。ドロップショット。うん、いろいろやってごらん。また引っかかったー、くそー。そうちゃんオリジナルシュリンプドロップショット。それ試したことある人いないんじゃない？すごいよ。それで釣れたら見して。シュリンプドロップショット。じゃあまだ来てないから。Thank you.
ショット。過ぎたね、このジェティ、うん、見てこの山、やばいよこれ。風も強いし、じゃあ行きますか。はい、では無事、ちょっと怪我しないように帰ろう、うん、よし、では JT フィッシングが JT アクエリウムになりました。ヒトデさんです。タイドプール磯銀着。ヒトデさん触ってみる。ヒトデさん、虫ついてる。虫じゃん、貝だよほら、うん、ほらヒトデさん、はい、戻してあげよう。してあげよう。はい、ヒトデさん、こっち。あっち行ってみる。どこ行く？あっち行って。滑るからね、気をつけないと、マジで。こっちから行く。ここ、ツルツルだよ、だって。頭、打たないようにしないと。あ、なんかいるね。嘘、行ってみる。なんかいるけど、魚はいないな。人手が多いね。人手すごい。なるべく濡れなさそうなところに。滑った。あそこの台所行ってみようか。宮古島行った時に行ったの覚えてないか。覚えてない。わかめあるよ。食べれそう。ね。食べれ。綺麗だからね、水。よいしょ。この水きれいそう。ね。他の海の水と繋がってないから、ゴミの入ってる水とか。魚。これ覚えてる。え？これ覚えてる？パパがここでハマったの。ハマった？パパがさ、そこからどうやって行くってなってさ、父ちゃんがさ、ここに踏み置くって。そうか。ただうわ、これきつくない？ちょっと一回持っててくれ。まだ落ちないのにこの石。そう、持つよ。ちょっと待って。で、ここに足で、じゃあこれ持ってもらおうかな。はい、で、そうじゃ、ちょっと向こう行って。よいしょ、うん、よいしょ、ここで。
これなんかジェティのさ、うちらさ間違った楽しみ方してるよね。うん、ほとんど釣りしないでさ、タイドプール見てさ、岩登りしてさ、3時間4時間ぐらい。ふっとか言って、あ、これ持ってとか言って。大丈夫うちら。でも釣りよりこれの。マジで。まあ確かに釣りはそんなに楽しくなかった。波が強いだけで。間違えた。Okay. ああ間違える。そうだね。それ間違えだな、それ。それ間違えだ。ロッドホルダー。じゃあちょっと待って、渡すわ。パパここで落ちかねないから。行くよ。きつこれ。いてててカバン2個がやばい。カバン2個と。竿。で、気をつけてよ、滑るよ。よいしょ、はい。あ、そっち行く？じゃあパパこっちから行こうかな。よいしょ。はい。間違えた？この石覚えてるよ。間違えたと思ったら無理しないで戻ってきた方がいい。ちょっと遠いなそれ。よいしょ。いいよ、はい。すごいじゃん。すごいすごい。OK。じゃあこれ持てる。うん、じゃあちょっと待って、じゃあ今度パパ。ここ。ここむずいな。どうやって来たっけ？あ、覚えてるかも。そっちじゃない？これ違う？いや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 、そっちじゃないでしょ。これじゃない？気がする。あ、そっちかな。もっともっと大きくなったらチャマも一緒に連れてくる。そうだね。そしたら一人の荷物が減るじゃん。このためにちょっと鍛えないと。大丈夫。よし、次こっちの ここ危ないね。よいしょ。ここちょっと隙間大きいから気をつけて。はい、ありがとう。よいしょ。ここ穴あるから。そこ、あ、ロッドホルダー？そう。あそこで休憩しよう、枝のところで。トイレ？そうちゃん、トイレ？あ、これちょっ、ん？どっちだろう？これあっち？これここ正解？あ、そっちだ、そっちな気がする。こっちちょっと危ないかも。そうだね。じゃあ一回戻った方がいいよ。戻るの大事よ。人生戻るの大事一回。
こっちじゃない、こっちこっち。オッケー。ないのもう。いや昨日の残り。じゃあ途中で買ってこうよ。もううちら今日運動量すごいよ。しかも昨日全部の飲んだからもう2個、あ、一口も残ってる。はあ、もうなんかね、いろんなとこが痛い。脇腹も痛いし。そうちゃん、さっきあのタイドプールで最後に帰ってくるとき滑ったところでここへ。これいろんな味がある、うん、パパってココナッツ好き？好きくない。ココナッツウォーター入ってる？好きくない。パパ水4分の1ぐらい、4分の1ぐらい。今日の YouTube ずっと 岩の上歩いてる。ねえ、今石がちょっと動いたね。